1日が1年以上も続くなんて想像できますか？金星では1日、つまり自転を1周するには地球の日に換算すると234日もあります。さらにおかしなことに、金星の1日は永遠に続きそうなのに、1年は地球よりも短いのです。地球は約365日で太陽の周りを1周しますが、金星はわずか225日で1周してしまうんです。1日が1年より長いなんてどういうことなんでしょう。金星は結構変わった惑星です。地球とよく似ているので地球の双子と呼ばれることもあります。実際には金星は地球よりも少し小さいのですが、しかし地球と金星には大きな違いもいくつかあります。例えば金星の自転方向は反対向きで、太陽が西から昇り東に沈みます。このような天の弱な行動を取るのは金星だけではなく、天王星もおかしな自転となっています。また金星の大気はかなり独特、地球では周囲の空気の重さなんて実感しませんよね。しかし金星ではまるで象が肩に乗っているように感じるはずです。金星の大気圧は地球の90倍もありますからね。金星の大気は非常に熱い有毒ガスをまとっています。例えば火山が排出する二酸化炭素など、これが猛烈な圧力をかけるのです。その結果大気は驚異的な高温になります。金星に着陸するには長い年月がかかるのも当然ですね。一方、太陽に最も近い惑星である水星は金星以上の速さで軌道を周回しています。なんと地球時間のわずか88日で太陽の周りを一周するんですよ。一方、自転といえばゆっくりで、水星での1日は地球時間で約176日、これ半年じゃないですか。金星と同じく水星での1日は1年よりもはるかに長いのです。水星は太陽に最も近い惑星なので、温度変動が極端であっても驚かないかもしれません。昼間の温度は鉛でも溶ける750度以上に上がります。日暮れを待ってください。夜になるとマイナス178度の凍える寒さまで気温が急降下します。それは水星が地球のような熱い大気を持たないから。そのため熱が水星全体に均等に分散されないのです。暗闇にあるときは超寒く、反対側は焼けつくように熱くなります。岩をしばらく太陽光の元に置いておいた時のように。実際水星のこの寒さなら氷が存在するかもしれません。北極のあたりを見てください。特にクレーター内の日光が当たる黄色い部分、これは水氷の存在を示しています。実は思っていた以上に宇宙には水がたくさん存在しているんです。火星はよく赤い惑星と称されます。これは地表が酸化鉄、つまり錆に覆われているから。鉄分が豊富な鉱物は火星の風景を赤錆色に染め上げるのです。でも火星では全てが赤色だというわけではありません。そこに降り立ったらバタースコッチ色の地面と、キャラメル色や輝く金色、茶色、かすかに緑色も見ることができるでしょう。火星といえば太陽系最大の山オリンポス山、高さは驚異的な22,000メートル、エベレスト山をはるかにしのぎます。この山は低粘土の溶岩が噴出してできたもので、縦状火山に分類されます。砂に包まれた火星は猛烈な砂嵐でも有名ですよね。実は砂嵐は思っていた以上に猛烈で、数ヶ月間にわたって続くこともあるようです。この砂嵐は将来の宇宙ミッションに課題をもたらすかもしれませんが、遠くから見る分にはとても美しい光景ですよね。砂嵐のみならず、地震のような火震だって起こるんです。2019年 NASA が初めて検出しました。多くの場合、地震がプレートの動きが原因で起こるのとは異なり、火震は火星内部が冷却し収縮する結果であると考えられています。似ているところ、違ったところ、どちらも興味深いですね。土星の象徴的な輪っかには大昔の地球に関する秘密が隠されている可能性があります。土星の輪は主に氷の粒子とデブリで構成され、宇宙時間的には比較的若いと考えられています。わずか数億年前にできたのだと。さて、おそらく衝撃的なことが起こり、その後輪ができたのだとする説があります。例えば2つの大きな衛星が衝突したり、彗星が爆発したなど。興味深いことに、このタイムラインが地球で恐竜が絶滅した時期と一致しているんです。関連があるのでしょうか？それはまだわかりません。ところで、輪といえば土星と連想しますが、太陽系で輪を持つ惑星は他にもあります。木星、天王星、海王星にも輪があるんですよ。
土星の輪ほどはっきり見えて美しくはないかもしれませんが、さて唯一土星だけが持つものは他にあります。それは土星の北極にある六角形。この奇妙な構造では一辺の長さが 14,500km もあります。どれほど大きいかというと地球の直径よりも大きいんですよ。これがどのように形成されたのか、またなぜそうなったのかはっきりとは分かっていません。風速の変化だという仮説、局所的に発生した遅いジェット気流でできたという仮説などがあります。しかし現在のところこれはまだ土星の謎の一つです。土星の六角形と同じく木星にも木星にしかない奇妙な現象があります。それは大赤斑。少なくとも350年間続く嵐で地球よりも大きいんですよ。赤という文字が含まれてはいますが、その場所の色は年々変化し、レンガ色から淡いサーモンピンクまで色調が変わります。止まることなく色も変わり続ける嵐の謎を解明しようと研究は続けられています。気象学的には大赤斑は驚異的な力を持っており、木星の南半球に大きな圧力をかけています。また木星の磁場自体に驚異的な力を持っています。磁場の影響は巨大で木星をはるかに超えて広がり、太陽系で最も大きく最も強力な磁場の一つを作り出しています。木星は強烈な放射線の源であり、魅惑的なオーロラの発生地でもあるのです。地球のオーロラも息を呑むような美しさですが、木星にも見どころがたくさんあります。磁場が木星の衛星や太陽風からの荷電粒子と相互作用し、極付近で鮮やかなオーロラが生み出されます。木星のオーロラの規模は地球とレベル違いで、こんなオーロラは地球では見られません。しかし太陽系のどの惑星にもその惑星独自の魅力があります。太陽から8番目に遠い惑星海王星にも大暗斑と呼ばれる不思議な現象があります。これは木星のような巨大渦のように見える嵐。しかし木星のものとは違って、海王星の絶えず変化する気象条件が原因でこれが現れたり消えたりします。海王星は天王星とともに氷の巨人と呼ばれています。他の巨人と同様に太陽系で最も猛烈な風が吹き荒れます。その超音速の風は時速 1900km を超えるんですよ。これで厚い雲の形成の説明がつきます。ところでもしダイヤモンドの雨が降る惑星を夢見たことがあるなら、天王星がそれです。海王星の大気深く、圧力が極端に高い場所で、科学者たちは炭素原子が圧縮されてダイヤモンドが形成されると推測されています。このダイヤモンドが雨として降り注いでいるかもしれません。ダイヤモンドの雨が降る嵐なんて素敵じゃないですか。海王星の衛星は海王星のせいで天候がおかしなことになっています。例えば最大の衛星であるトリトンでは氷の火山が見られます。地球の火山が溶岩を噴出するのとは異なり、トリトンの氷の火山からは水、アンモニア、窒素の混合物が噴出します。これが宇宙に吹き出す氷の間欠泉のようなものを想像してください。太陽系だけでもそれぞれの惑星にはそれぞれの変わった特徴がありますね。これからも宇宙の発見を期待しましょう。